どうもどうも皆さんお久しぶりです。どころまです。インザハウス、インザハウス、セッションボリューム3、はい、本日もスタジオからよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。メリークリスマス。
ございます。というわけでもう2021年も、ね、早くも、暮れですよ。暮れ早かったですね今年。い
いや、あっという間でしたね。ほとんどライブしてないですからね。ねえ、申し訳ない、まあ、ツアーファイナルの延期に始まり、そうです ね、もうだから数えるぐらいしかやってないよね、ほんとね。そうっすね、3、4回ぐらいかな。ね、まあしょうがないですけどね。まあ配信ライブとかもいろいろやったりしたんですけどね、まあなんかちょっとね、落ち着いてきて来年はね、なんかいい感じにできるといいですけどね。来年実はね、ちょっと決まってるライブがありまして、それの告知がてら今日はインザハウスセッションバース3をお送りしようというネイティブ、もしかしてディステじゃないよ、ディステじゃないよ、1月、もう年明けすぐということで、1月9日とですね、1月15日、そうだそうだ、で今回我々ねトコリッチと称しまして、横浜大阪のビルボードでちょっと2週続けて、はい、ショータイムすることになりました。ねえ、なんてショータイム、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 ね、トコリッチ発音良すぎて、トコリッチのショータイムをね、そうですね、エブリバディにプレゼントしようと、いいと思います、いう運びでございます。もう何も言えねえよ、はい、まあ、ちょっとみんなでおしゃれしてね、なんかちょっとウケるみたいな感じで、そうですね、うん、僕らも普段履かないようなピカピカの靴を履いたり、そうですね、スーツを着たりしてね、つば、はい、の長いちょっと帽子を買ってみたりとか、つば、はい、の長い帽子分かんないけど、キャップやん、まあちょっと何ですか、面白がってちょっとね、グランドピアノも入れたりとかしてみたりとかして、そうですね、ちょっと弾いてみようかなと思って、特別感が、そうそう、特別感があるとこの間、それがトコリッチロックス、合わせてこう、合わせてこう、そんな感じでね、ちょっと微妙なグルーヴを楽しんでいただく回という感じ、はい、なってます。気軽にね、来てほしいよ、はい、気軽にお越しくださいという感じで、一人様関係でもうちょっと席も減ってきてるんですけれども、はい、まだまだね、気になる方はぜひお気軽に遊びに来ていただけると、はい、よろしくどうぞ、2022年もよろしくお願いしますということでね、はい、はい、もう良いお年をかな、ね、思いますかね、早いよ ね、なんか来年はなんかどうですか、どんな年にしたいんですか、なんかやるんですか。お、この動画が配信されてる時にはもう始まってるかもしれないですけど、うん、石話というですね、うん、今日初めてここでタイトル言ったんだけど、ちょっとトコリッチみたいな、もうね、そういうのしか出てこないんだよ、いや、いいと思うよ、そう、石話という定期購読を、まあ、マガジン的なのをね、ちょっとノートで始めようかなと、まだ始まってないんですけど、この動画が公開される頃にはきっと始まってる。なるほど、いいじゃないですか。そうですね、いいっすね。赤裸々な話をね、本当に、ね、ブログとかね、文章力がね、面白いもんね。面白いですね。だろうのやつは。もう早くね、うちの父親とね、AV をこう静かに取り合った話を、はいはい、皆さんにお伝えしたくて。なるほど。はい、いっちゃん最初にそれ書いちゃうの。ちょっとね、様子を見て。なるほど。うん、ね、下ネタ嫌いな人もいるからさ。そうですよね。そうそうそう。それ月々いくらぐらいなんですか。AV ですか。なんで下ネタ好きじゃない人もっていう下りから盛り返してきてるのが、月々500円でやらせていただいておりますんで、安い、はい、いいじゃないですか、もしよかったらね、それメンバー割りみたいなのない、メンバー割り、メンバー割りあるわけねえだろ。メンバー割りしてくれないですね。え、ワードで送ってよ。構成チェックするよ、ね、ちょっと内容によってはね、男の間の結成した時の話とか、初めて、ね、西川と会った話とか、ヤコウと、ヤコウが初めてバンドに上演した時のね、この人ね、敬語使えなかったんですよ。すごい、そういう感じだったんだ。そうそう、そうだっけか、あとミクシーで、ミクシー、あー、ミクシーでこうやり取りしてて、ミクシーやりとりしてた、この人敬語使えないからちょっとイマイチだと思うんだよねみたいな。いやいや、ほら、そっから先はノートで楽しみ、ネタバレしちゃうから、石橋先生の連載が読めるのはノートだけ。ま
そうですね、あの俺たちの戦いはこれからだみたいにね、早く終わらないように頑張りたいと思います。そんな感じでね、はい、2022年も石橋先生をという感じですかね、はい、バンドのニュースがないまあその辺はおいおい、はいはい、じゃあ、あのあと1曲ですか、ちょっとお届けして、まあ、2021年もありがとうございましたということでね、はい、また来年もよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうございました。メリークリスマス&良いお年を。また来年もお会いしましょう。ところまでした。